はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、皆さんにご報告っていうかがあります。はい、まあ、今後の、活動について、僕の、まあ、コーヒーチャンネルというかカズマックスとしての、活動についてちょっとねやばいなっていう今状態なんで、ちょっとこれを話そうと思います。まあ話せる範囲でね。まあ、実はですね、僕、今調理師として、まあ働いてるわけなんですけども、そこの、まあ、大元の会社が、まあ新しくお店を出すということで、僕にちょっとお声がかかりというか、まあ、移動命令ですね、ほぼね。まあ、そこ新しいとこ出すから、その、まあ店長と二人で、ちょっとやってくれということで、新しいお店をねやらなきゃいけない、まあ、任せてもらえることになってですね、はい、まあ、それ本当にその話自体はねすごく嬉しくて、で、業務内容自体も僕が前々からやりたいってずっと言っていた、まあ、接客、もう入った、まあ、接客し、まあ、店長さんがいてですね、まあ、そこのとか、まあ、メインで料理を作りながら、まあ、こじんまりとしたお店でね、僕が、まあ、サービスしたり、まあ、ドリンクやったり、まあ、レジやったりね、あと、仕込みの手伝いをしたりとか、まあ、多分、まあ、仕込みも結構やると思うんだけど、まあ、そんな感じでやると。まあ、二人だからね、そんな感じでやります。で、まあ、オープンするから、今度、それに伴って、まあ、僕の、まあ、時間も変わってくるんですよね。まあとりあえず夜のお店ということで、そこがね、夜に営業する、そういう系じゃないです、そういう系じゃないです、普通に料理屋さんなんだけど、まあ夜営業ということで、まあ昼、まあ午後出勤して、夜働いて、でまあ終電間に合うかわからんけど、とりあえず帰ってという感じで、まあ本当リアルな話ですいませんね、こういう話を本当あんまりしたくないんだけど、本当リアルな話をしないと多分これからのね活動がちょっとまずいなと思うので、はい。まあ、ちょっと皆さんにご理解いただこうと思って、ちょっとね。とりあえず、赤裸々に話をしてますけども。だから、夜になることによって、まあ、とりあえず、ドリップナイトできなくねという話なんですよね。まあ、水曜日だけが僕、お休みになります、これから。今まではね、月火が休みだったんだけど、まあ、水曜日一日だけということになりまして、まあ、時間なくなりますよね、とりあえずね。撮影時間なくなる、編集時間なくなる。で、まあ、土日が、まあ、夜だからさ、まあ、無理だよね。生放送できなくなる。うん。どうするっていう話なんだけどね、本当にね。いやー、ほんとね、いや、マジでね、どうしようっていう状態です、今。活動縮小になっちゃうよな、どう考えてもな、という。本当はね、こうなる前に、正直もうちょいとね、こう、活動の規模というか、なんかこの、を広げておいて、まあもうちょっとね、なんというか仕事の自由度とかも上げておきたかったんだけど、まあもし万が一、だから、まあ、変な話しちゃうとね、まあ YouTube をちょっと副業にしておいて、まあ、それがあれば、まあ仕事も買いやすいじゃないですか。もしそういう話が来た時にでも、まあ、どうしても、まあ、YouTube を絶対残したいというか、まあ、このペースやりたいというか、まあ、落としたくないというのであれば、このね、まあ、最悪、まあ、ちょっと安い仕事をしながらでも、もう本当になんとか、コーヒーチャンネル続けるために、まあ、仕事も、会社も変えるっていう手も取れたとは思うんだけど、まあ、無理だから今んとこね、まあ、現時点で。うん。だから、とりあえず僕は今移動するしかないわけです。お仕事。でもそれ自体は本当嬉しい話なんだけどね。相手も、仕事の相手もすごく、うん。ちょっとつながりのある方で、うん。まあ業務内容もあれだし、うん。仕事自体はね、本当その話自体はすごく嬉しかったんだけどね。だから複雑な気持ちです、今、本当に。いや、嬉しいんだけどさ、仕事頑張るんだけど、いや、コーヒーチャンネルどうしようっていうね。で、オープンしたら、まあ、忙しいだろうし、二人だし、まあ、一月休みがないとか、多分あると思うんだよ、普通に。まあ、ないかもしれないけど、あり得る話だから、うん。どうしようっていうね。うん。物理的に時間が、っておかしいな、言葉的に。なんか、まあ、実際問題時間がなくなるわけですよ。
だからね、どうしようっていう状態ですね。あとまあカフェとかにもあんま行けなくなるだろう、なるだろうしね。まあ仕事前にちょこっと寄るくらいできると思うけど、うん、まあ完全に時間が変わりますから、夜型になりますからこれからね。まあその点に関しては僕にも問題ないんだけど、夜型とか朝型とか、まあ全然そういうのは大丈夫なんだけど、ね、本当にちょっと今話がねまとまってないか、もうね気持ちがまとまってないんですよ。ごめんね、なんか変な話ばっかりしてるかもしれないけど、ちょっとね本当にマジでね困ってる今。どうしよう、マジでね、カズマックスどうしよう、マジ困ってます。どうしよう状態です。またまあとりあえず今日一応まあ突然話をいただいて、もう決定したわけですね、その話が。まあ移動するっていうのは決まったわけだ。でもまあ話聞いたばっかだから、まあ詳しいことはまだわかんない。まあ本決まりになるっていうか、まあ本決まりなんだけど、働き始めるのは、まあ、まあ来週とかです。もうすぐです。うん、まあ向こうの店に入るんだけど、まあどうなんだろうな。まあまた続報が入り次第っていうか、まあまとまり次第もう一回多分こういった動画作ると思うんですけど、本当これからの活動がねどうなるかわかんないです。コーヒーチャンネルカズマックス。まあ前にも言った通り、カズマックスのコーヒーチャンネルというか、まあカズマックスの活動はこれからもずっと続けていきますけれども、やっぱり YouTube、 YouTuber って続けることってどれだけ大事かってことなんですよね。まあ学生も多いけど、まあ社会人もいっぱいいますよね、YouTuber って。でその中でまあ仕事もある中でこうそれでもやっぱり好きなことのために続けているっていうことが、まあ、やっぱり信頼につながってくるわけだ。で、やっぱり、まあ、毎日動画、毎日じゃねえや、まあ、定期的に動画出したり、まあ、ほんと短いスパンで出したり、まあ、まめに、まあ、生放送とかね、いろんなことで、視聴者さんとつながったり、そういうことが、まあ、大事になってくるわけですよ。で、そういうのが本当にね、マジで、どうなるんだろう、この先っていう感じです、ほんと。活動自体、僕自身は、やめはしないけど、多分、チャンネル登録者さんの、なんだろうな、この、多分、こんなこと言ったら失礼かもし、ごめん、なんか、そういう変な意味じゃないんですけど、こう、気持ちが離れていくんじゃないかなっていう、不安がやっぱり YouTuber としてあるわけですよ。で活動が止まってるってことはやっぱり結構それだけででかいし、やっぱずっと続けているってことが大事だからね。どこにまあ YouTube の活動を押すにでも、やっぱそこがどこに関しても信頼になってくるから、企業さんとかともそうですよ。困ってますマジで。どうしよう、本当にねマジで困ってます。まあこれまでね、調理師でちょっとまあいろいろまあ悩みとかもあって、それがまあ今の職場から全く変わるわけだから、まあ業態も違うわけですよ、全然ね、やることも、まあそこは今綺麗にスパッとなくなるんだけども、だけどコーヒーチャンネルがどうなるんだっていうね。まあ今までさ、学校長く、学生時代長く YouTube やってきて、もうほんと睡眠時間削って何人かも削って、それでも続けられてこれたけど、ほんとすごかったからね、今だから言えるけど、朝5時前に起きてモーニングのある、まあ、喫茶店のアルバイトに行き、で12時過ぎくらいに仕事が終わったら、そこからダッシュで、もうほんとダッシュで家に戻って、絶対体が持たないからとりあえずそこで握っておいたおにぎりとかだけ食べて、もうもぐもぐ食べてながら、まあ
身支度をしたりして、もうそのまま特急でまた走って学校に行き、そうしないと出席日数足りないからで学校や、勉強し、終わったらまたバイトに行きというね、12時に終わり、うちに帰り、1時に学校に着き、そこから勉強して5時6時に終わって、そこからまたすぐ走ってバイト先に行って、バイトして、で夜終わるのが10時とか11時とかで、そこからまた編集しにうちに帰ってって感じだったから、ほんとすごい生活してたんですよ。3時に寝て5時に起きてたからね、うん、でもそれを今できるかって言ったら多分無理だと思うから、現実問題として多分倒れちゃうから、夜になったことでこれからどうなっていくのか、僕の、まあとりあえず、どうなんだろうな、本当にな、調理っていうか、まあ飲食っていうかって分かんないからね、本当にね、本当お店によっても違うし、会社によっても違うし、その職場のまあ雰囲気とかによっても全然もう帰る時間とか一気に変わるから、分かんないです本当にね、入ってみないことには。で 今ね、ぐだぐだ言ってもしょうがないんだけど、本当にね、今不安今のね状態がすごく大事だから、まあでも分かんない、まだとりあえず、はい、また続報が入り次第、すいませんね、こんな長々と話してしまって、はい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネルでございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。